皆さんこんにちは、Bレジェンド大林です。今回はニコニコ動画の方にいただいた質問にお答えしたいなと思います。トレーニングをしながら減らすときにタンパク質と合わせた方がいい栄養を教えてくださいということで、おそらく減らすっていうのは体脂肪を減らす減量のことを指してるんだと思うので、減量をしていくっていう前提で回答をさせていただこうかなと思います。トレーニングをしてこう筋肉を残しながら減量していく、腹筋が割れたかっこいい体を目指していくって想像すると、タンパク質をしっかり取った方がいいっていうのはだいたい想像つくと思うんですけども、三大栄養素のうちのタンパク質以外、糖質と脂質については意外と無頓着な方って結構多いんですね。気をつけていただきたいのは、三大栄養素って言われるぐらいなんで、タンパク質だけでなくて糖質も脂質も全部必要です。増量していく時でも減量していく時でも絶対にこの3種類は取りながらトレーニングを進めるようにしてください。中にはね、糖質制限とかケトジェニックダイエットとかですね、糖質を取らないようなダイエット方法っていうのもあるにはあるんですけれども、非常に難易度は高い、継続しづらいので、個人的にはあんまりおすすめをしていません。炭水化物を全く取らないとかね、そういう厳しい減量しなくてもきちんとですね、カロリーと三大栄養素の計算ができていれば、タンパク質も糖質も脂質もしっかりね取りながらで減量を進めていけます。私もですね、ボディービル大会に何度も出場しまして、何回かはですね、健康を害する一歩手前のレベルまで減量したりもしてたんですけども、そんな時でも三大栄養素は全部取りながら減量してました。なので、減量するからもう糖質は取っちゃいけないんだとか、油控えたら痩せるからもう油は一切取らない、もう茹でたささみとブロッコリーしか食べないみたいな極端なね減量はなるべく控えていただければなと思います。まあ、じゃあどれぐらいのカロリーと三大栄養素の量で減量してったらいいのって思うかと思うんですけども、これはですね、人によってかなり個人差が大きいので簡単にね回答できないので難しいです。ただ、だいたい男性の場合は2000キロカロリーから2500キロカロリーぐらいの間、女性の場合は1800キロカロリーから2200キロカロリーぐらいの間で摂取カロリーの設定をしていただければなと思います。最初の時はまあそれぐらいの摂取カロリーで十分落としていけるかなと思います。で、タンパク質は自分の体重 ×2g を取っていただいて、タンパク質はね 1g あたり4キロカロリーですので、まあ例えば男性の方がね1日2500キロカロリーでダイエットするぞと、で、タンパク質は1日 150g 取らないといけないってなった時には、タンパク質 150g で600キロカロリーで、残りは1900キロカロリーなんで、残った1900キロカロリーを炭水化物を脂質で取るみたいな形でね、計算していただければねいいんじゃないかなと思います。詳しいことはですね、私がリーンゲインズで減量する時の食事の考え方っていう動画を出してますので、参考にしていただければなと思います。まあ、タンパク質と一緒に摂った方がいいというよりも、三大栄養素は全部摂りながら減量していきましょうというお話でした。トレーニングもそうですけど、食事の方もですね、極端なことをやってしまうと絶対どこかでその反動が来て痛い目に遭うので、なるべくですね極端なことはしないように、少しずつ少しずつ長い目で見てですね、慣らしながらやっていくようにしてください。それではこの動画参考になった方はグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。さようなら。